どうだ、これで、これでできているか。これでできているか。みんな、教えてくれ。YouTube の方は VIP Smash。 決めてきてみる。オッケー。声とか入ってる？爪の方。ワイプの位置どうする？ YouTube の方ワイプなくてもいいか。誰か YouTube コメントしてみて。やばい。ちょっと待って。ちら。どれ。どうかな。出た、強すぎ、わかる。あれはやってるよ。それな。ツイッチと YouTube のやつ、規約ちゃんと読んどこう、成功したから。誰かさ、もう一回 YouTube でコメントしてみてくれ。
逃げた。よし、オッケーオッケーオッケー、グエッ、バイバイ。これからはね、ちょっと時代の流れに沿ってね、これでやっていこうかなって思ってます。ビッチで横配信してるから、スマブラ縦でいいんじゃねってなった。ラグ、こんばんは。ジャスト、やる気はない。YouTube の配信必要ないなと思ったらやめればいいし。変わんねえな、世界戦闘力。
てぇ。YouTube の縦配信が伸びれば続けるかも。まあお試し期間だね。1ヶ月ぐらい続けてみるわ。私はね、スマブラね、横画面より縦画面の方が伸びてたんだよ。ちゃんくていう。まあオリマーだったらクローブじゃない。
基本メインツイッチで YouTube で集客。トラセフィ。トラセフィはだるいね。俺のトラがそんな連動ないから。連動なくはないか。うわー！指摘は間に合わないか。ガク。まあ、これでいいんじゃない？一応1400万目指してはいる。ただかなって。負けた。あ、生きてる。いつでもかかってこい。ありがとうございました。あがした。最強のキャラ。
クロムどっからでも負けるからどっからでも勝っておくれ、ね、最高のコンセプトや。いやいや負けの方が多いよ。あ、俺勝ってますから。グエ。こんにちは。この対面あれだよ。あのブルドさんが最有利に起きた。すごくね、クロム。ちなみに絶対きつい。面倒いってはね、こいつのね姿勢とね体重がねきつい。やばくね今の。チューリンガンのシットストップで確定しなかったけど、ウェビー嘘でしょそんなことある。あ、こんばんは。ライシガメもっといじれや。なんか、今日からやってるから、もうちょっと待ってくんない？今日試しに、縦配信これでできんのかなって思ってやっただけだから、なんも準備しとらん。ほんとに、とりあえずできるのかなって思ってやっただけだから。ボタン的なやつを作ってあげる。何ボタン的なやつって。そう、江戸さんが YouTube にいる。これさっき、あれでしょ？ YouTube の方のコメント欄、さ、映しちゃダメなんでしょ？ Twitch の方に。待って、終点カズヤ。終点カズヤ。ああ、気持ちよい。やばい。
YouTube の縦配信コメント欄みたいなやつ置こうかなって思ったけどさ、コメント欄常設してあるんだよな、 YouTube の方って。コメント欄っていうか、あの見れるやつ、イエーイ。であえ持ちたくなかった。あんたなんか生まれてよくやった。やばい、あたねー。いやー回避出なかった。あー、これ生きてるわ。いって、無理だ。ぐわあ、結構減るね、世界戦闘力。復帰弱すぎる。まあ、さすがに弱い。1400万目指すけど、知らないんだけど、リック、あ、これ無理です。何でか言わないです、ゼロとかはね、
死んだかも。登りに判定がないから当たってしまった。さすがにツイッチの方が今のところ人は来るな。配信画面があのガチゴミ適当だからしょうがないけど。だからツイッチでさ横配信してるのにさ YouTube でも横配信する人ないと思うんだよ。別に横配信見なかったらツイッチでよくね。そんなことない。死んだかも。ラッキー。うまくいい。で、伊藤さん結構人呼んでるよね、YouTube で。高野さんが最近スマブラをしてる姿は見ない。決めたわ。なんかツイッと YouTube 同時配信するとコメント読むの難しいな。グレネー世界戦闘力タテパワー
の恩恵を借りたいな。緑があれ。駒使ったお釈迦したい。やばい、普通に倒しちゃった。なんか伸びる撃墜したい。バズる撃墜を。あ、コマ行かないで。よし、なんかこれでバトル撃墜を。あ、コマが消えた。やばい、入る撃墜が、入る撃墜が分かんない。クロムでの入る撃墜、誰か教えてくれ。出来上がり良かったね、確かに。おやすみ。はい、おやすみ。あ、寝た。ミキズレッシュ。ラックス配信編集者募集です。募集。スマブラ教えます。あれ、届いた。いや、めっちゃ角聞こえたと思ったの。
俺が道を切り開く。うまいプレイわかんねえ。すごくね、タイトル同時配信テストでこの時間10人にも来てくれるのか。ツイッチの方、俺もだいぶ視聴者集まってくれましたな。みんなありがとう。あー、カズヤはいらない。え、コウさんってさ、強い人じゃね。で今アイコン6個になったでしょ。うますぎ、うますぎる今の。ああいうのでいいのか。ミスった。お兄さんびっくりだった。グエVIP スマ、明日一日中配信できたらしようかな。風化雪月とかライザーもやりたいんだよな今。なんか誘われたらなんか遊ぶけど。これね、今日配信みんな1回目だと思うじゃん俺。さっきね、知ってる人いるかもしれないけど、俺、剣配信でずっとやってたからね。おもろかったわー、ラッ。強い人増えてきてるのやめてほしいな。いや、待って。いや、惜しいな、今。最近のトレンドのさ、下胸踏みよくね。これ来ます。豆知識、背中、こっち側に背を向けているクラウドはガーキャンがない。ウェビー以外だからギッツイ体をこすってもいいと思うんだ。
変える。あ、6万いった。あと1回やった終わりにしようかな。ちょっと縦配信もうちょっと調べるわ。誰か俺に貢いでくれ。 PS5 配信したいよ。さあ、沸騰しよう。わかる。待って、埋まった銀を俺今日踏むの。やばくね？普通に。おい。増えねえ世界戦闘力。1日で8時間ぐらい配信できるかな。多分できないわ。何の RP やるんだよ。あ、道連れ100回。道連れ100回 RP でさ、普通に今1400万チャレンジやってんのにさ、やるのバカじゃない？メイトリやるのはありだな。ちなみに1回やったことある。運命を変える。違う。最短50試合だからね。え、なんかキャラ変わってるだけじゃね、この人。やばい、死ぬ。
やばい、死ぬ。無理すぎ。課金とか言ったぞ、今。やばい、死ぬ。一緒に投げてるんで、組だね。真面目なね、きついポイントを言うと、まあ、復帰がきついのはもちろんそうなんだけど、まあ復帰がきついのはそうなんだけど、こいつのアーマー一個一個がクロムが潰せる技がないからめちゃくちゃしんどい。クロムキンクルは出さないね。マジで無理だから。あの人さん出たら有利に置く。素晴らしいタイミング。クロムね、やっぱり弱キャラに弱いから。そうね、それyou
誘拐謎の名前のフリーホラーゲームあったフリーじゃないってなんてひどいこと。トラの時に来てほしいな、こいつは。グエ。まあ、これ見ても無理です。ほらね。わかるんだよ、俺は。何年クロム使ってると思ってんだ。調子になりました。強っ。じゃあミスワンの最優位誰？村人インクルここら辺じゃないかな。重量級でもね、ドンキーは重量級の中でもきついかな。あれ着地狩り強すぎる。重量級が強い。村人はね、本当にいけると思う。なんかそれはもう破壊されるのはさ、もう正直コンボする前提のキャラだからさ、なんかルイージで即死コンボできなかったら負けるみたいなもんだから。
まあ、あと、まあ、村人の話したら村人来た。俺自身もコンボそんなうまくないから。まずは俺がコンボ上手くなろうねって。いっとラグで送らせてきながら斧を振ってくる。この村人賢い。やばい、俺の空母が。俺の空母が。だから映画吸えるかも。何、どういうこと聞いた。みんな俺の配信やるとしたらさ、1400万チャレンジを目指す配信か、ライザか、風化続けてどれみたい。さすがに1400万チャレンジか。吸えねえかどうかだけど終わりにして。お、吸えねえじゃねえか。じゃあ今日はこの辺りで終わりにいたします。お疲れ様です。いやー、ちょっと頑張ろう縦配信。じゃあねー。